今回は静かだな。ようやくあいつが消えたのか、それとも僕が消えようとしてるのか。楽しいな。ずっとここにいたい。
Thank you.
過去の伝説。捕獲マーク起動。ここからは愉快な反撃の時間です。負けられないな。全てを失うか、はたまた全てを手に入れるか、全部買いだ。牽制します。その日アサツマと消える。涙雨降りて溢れる渡り川。好きに使ってくれ。まだ立ち上がりますか。ないだろう。人狼を渡す。はっ。このスピードで遅すぎる。ここはオールインで行く。牽制します。捕獲マーク起動。ここからは愉快な反撃の時間です。その日アサツマと消えうせ。涙雨降りて溢れる渡り川。これも銀河を漫遊する意義だ。行こう。ほとばしる過去の伝説。
わからないけど、お兄さんを見てると不思議な感じがするんだ。興味が湧くっていうか、なんかうずうずするっていうか。もっとお兄さんのこと知りたかったのに、もうお別れしないとなんて。お兄さん、楽しかった？君は帰るのかい？帰らないと。暗くなってきたし、雨も降りそうだから、みんなに心配かけるわけにはいかないしね。君の家はどこにあるんだ？おかしなこと聞くんだね。家はお父さん、お母さん、お姉ちゃんがいる場所。この夢だよ。この遊園地、この夢は本当に穏やかだよね。だからみんなここが大好きなんだ。でもお兄さんは嫌いなんだよね。どうして？彼らがここにいないからだよ。じゃあ彼らはどこにいるんだ？わからない。わかってるくせに答えに意味がないだけだろ。だからここに残ろうとしてるんだ。彼も僕も君の過去、そして未来として。どのくらい残るつもりなんだ？珍しいことじゃない。
なぜなら自分の命は君がいつも真っ先に投げるチップだからね。君は真犯人が誰なのか、遺産なんてものにも興味がない。ただ公正に仕事をするカンパニーの社員として、ファミリーのテリトリーで辛酸をなめ、熱い枷をはめられ、ステージの中央に押し出されることだけを望んでいる。そしてこの宴の3人目の犠牲者になろうとしてる。僕にはできる。それも完璧にね。きっとちょうどいいタイミングで君を助けてくれる。一つの性格と一人の使命、ただそれだけの話だ。これでカンパニーもテーブルにつく資格を手に入れられる。そして君も果てしない渦の中から抜け出して、夢にまで見た救済を得ることができる。初めてじゃない。これは君の一番得意な、一番望んでいるやり方だ。このドタバタ劇は死で始まる。死の中で幕を閉じる。だからダイヤモンドは君を選んだのか。彼が欲しいのはピノコニーだけだ。手段も代償も厭わない。具体的な人間とも関係はない。それは大変そうだね。急に思いやりが出てきたけど、両親が傷んだのかい？僕は結局君の自我の中から生まれた存在だからね。投げ出したチップを取り戻すことの難しさはよくわかってる。僕は君がすることを止められない。君が行く場所を僕たちには変えられない。覆水盆に帰らずってやつさ。僕たちにできることは全てのチャンスをつかんで1秒でも多く勝ち取ることだけだ。残念ながら人は一生正しい決断だけをすることはできない。たとえすでに幸運が味方しているとしてもね。君は常に勝ち続け、負けたことがない。でもどうして君なんだ。君じゃないといけなかったんだろう。もし幸運な人の奇跡が彼の愛する全ての人、さらにはそれ以上に多くの人の不幸の上に成り立っているとしたら、もし君のもたらす雨が地母神の慈悲と恵みの象徴なんかじゃなく、何度も訪れる無意味な死でしかないとしたら、そうだとしたら僕たちは一体どれだけの過ちを犯してこの世に生まれてきたんだろう。その終点にたどり着いたら、僕たちの迷いも答えが得られるかもしれない。最後の時間を使ってこの子にちゃんと別れを告げるんだ。できる限り後悔なく死ねるようにね。
残ったのは僕たちだけだね。僕の写真を撮ってくれる？記念にしたいんだ。よかった。これで僕も自分の姿を見られる。今度写真を撮るときはレンズを見た方がいい。そうすればもっと自然な表情になるからね。うん、そうする。それでお兄さんもそろそろ帰るの？僕はまだ帰れないかな。ここでまた別のショーをするからね。じゃあもうすぐステージに立つんだね。なら行こう。ステージのところまで送ってあげる。ああ。お兄さんって役者さんだったんだ。道理で綺麗な服を着て出ると思った。いや、実は僕は商人なんだ。でもここでショーをするんだよ。黒い服を着た人たちみたいに？でもお兄さんは黒い服を着てないよね。あの服を着てるのは一般のスタッフだけなんだ。僕のポジションは彼らよりずっと上だから。すごいな。僕もお兄さんみたいにかっこいい大人になれるかな。なれるさ。君ならきっと僕よりずっとかっこよくてすごい人になれるよ。過去の伝説。Thank you.
この幕の裏がステージだよ。もうすぐ出番だけど、準備はいい？公演がうまくいくよう祈ってるね。ありがとう。まだ緊張してるみたいだけど。よし、じゃあ手のひら合わせしよう。地母神のカモがあればお兄さんも気が楽になるはずだから。手のひら合わせはちょっとした儀式なんだ。手のひらを合わせてマザーフェンゴに祈りを捧げると、マザーフェンゴが祝福してくれるんだよ。知らないなら僕が教えてあげる。大丈夫、知ってるから。もちろんね。ここでお別れだね、カカワーシャ。もうすぐカティカ人が来る。どうしてカティカ人は僕たちのお金も食べ物も奪って、お父さんとお母さんまで殺したのに、これ以上何が欲しいの？カティカ人は血に飢えていて残忍で欲深いの。彼らは全てを手に入れたいと思ってるから、何も得られないままなんだよ。これは計略であり復讐でもある。覚えてる？今日はカカワの日。そう、あなたの誕生日なの。彼らはエビキン人がこの日に必ずお祭りを開くことを知ってる。この雨を利用して彼らは私たちの荷車を壊し、全てを奪いに来る。でもカティカ人たちは、今回私たちが抵抗しようとしてることも、空から来た黒い服の人たちが私たちの味方をしてくれることも知らない。彼らがいればカティカ人に勝ち目はない。必ず自分たちの傲慢さの代償を支払うことになる。この雨がなければカティカ人は行動を起こさないし、私たちもチャンスをつかめない。これは全部地母神のお恵みなの。そしてあなたはカカワーシャ、あなたの幸運がお姉ちゃんが成功するよう守ってくれるんだよ。でも誰か死んじゃうかもしれないし、お姉ちゃんだって危ないし、これのどこが幸運なの？どうしてこんなことするの？エビキン人は必ず仇を討つ民族だからだよ。地母神が私を呼んでる。お父さんとお母さんも私を待ってるから答えないといけないの。でも地母神はあなたが生き残れるよう幸運を授けてくれた。あなたが生きている限りエビキン人の血が絶えることはない。だから逃げて、カカワーシャ。怖がらないで。絶対に振り返っちゃダメ。山の向こうへ行くの。雨はあなたと共にある。きっとあなたを守ってくれるから。そして、私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。地母神があなたのために、三度瞳を閉じますように。あなたの体を流れる血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。さようなら、カカワーシャ。スターピースラジオが本日のニュースをお伝えします。カンパニー市場開拓部のスポークスマンによると、無主星グッズガンニアで小規模な反乱が起きたとのこと。現在状況はコントロールされている模様です。反乱を起こしたのはカティカという部族で、
この部族は長い間カンパニーに対して不満を抱いており、市場開拓部の現地での活動にも深刻な悪影響を与えていました。カティカはカンパニー保護下にあるエビ金属に大規模な襲撃を仕掛け、判明しているだけでも6728人が死亡、3452人が行方不明となっています。負傷者は現在医療救助組織トラウマフロントが受け入れており、スポークスマンはこの深刻な人道的災害に深い哀悼の意を示すとともに、全生還市民に向けて本件に関する重要なスピーチを行いました。最後彼は私たちが生まれながらにして持つ基本的権利を守るため、生死、種族、思想にかかわらず孫悟の大槌は全ての生命に振り下ろされるでしょうと述べました。カカワーシャ、さようなら。よし、役者の準備は整った。いよいよショーの始まりだ。この公演は君に捧げよう。これが君に忘れられない思い出を残してくれることを祈ってるよ。カカワーシャ、ああそうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？仮に、あくまでも仮定の話だけど、僕がダイスを振るたびに毎回この結果になる可能性があるなら、きっと僕は喜んで書けるだろうね。この人が読む？はじめまして、私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。はじめまして、うちは美月なのか。彼女とは知り合いだろうし。